対1とドラゴンズが1点をリードしてゲームは人の打席に入ります。チャタンでの3つ目の楽天戦で2本のヒットを放った目を左ピッチャーの床田に対します。初球はストライクが決まりました。ワンストライクです。今年の根尾はどういうふうに宇野さんここまで行われたんですか。自分のテーマとしてね、ボールあのバットを振るというね、なんか合わせにことはなくしてバットを振るというテーマでやってたらしいんで、まあ、それはできてきたんじゃないですかね。なるほど、ワンエンドワンです。カーブ、ピッチャーゴロです。振りには行ったんですが、いませんでした。ですね、いいと思いますよ。あ、そうですか。一番多分ね、長打になるようなね、カーブだったんで、これね、高め、肩口から入ってきて、